大人気漫画ちびまる子ちゃんの原作者のさくらももこさん、乳がんのため永眠されてからはや2年が経ちましたね。去年53歳という若さでした。ちびまる子ちゃんといえば、今やサザエさんと並ぶ国民的漫画であるばかりでなく、その反響は海外にまで及んでいます。そんなちびまる子ちゃんのキャラクターはさくらさんの実生活から生まれていると聞いています。特にちびまる子を溺愛している祖父の友蔵じいちゃん、実際はどうだったのかも気になりますよね。さくらももこさんの人生も含めて気になったので調べてみました。自身の少女時代をもとに漫画ちびまる子ちゃんを描いたというさくらももこさん、そこに書かれたさくら家の家族たちは仲が良く和気あいあいとした幸せな姿で描かれていて心温まりますが、実はさくらももこさんの家族は作品内で描かれているものとはかけ離れていたとの都市伝説がネットでまことしやかにささやかれていました。しかもどれもがまさかの内容だったのです。その驚愕のさくら家の情報がこちら。姉は男に騙され借金を肩代わり、とある職業で返済するも男性恐怖症となり、現在母の年金で引きこもりだとか。父は八百屋の雇われ店員を続けるも、中学生の時に多額の借金と女を作り駆け落ち、数年後に北海道で亡くなっているのを発見され、母は心労が重なり統合失調症になり、おばあちゃんは父親の借金と駆け落ちに絶望し姉の部屋で命を絶ち、そして衝撃の事実だったのはおじいちゃん、アニメとは真逆でももこさんをとことん嫌っていたのだとか。実はこのほとんどの話がでっち上げなのだそうですが、ここまでひどい書き方をされたのにはそれだけ絶大な人気があった反面、アンチもいたのでしょう。実際はご両親とも健在で、お姉さんも普通にお仕事をされていて、ジップのひろしさんは八百屋を廃業されて地元の静岡県から東京都内へ家族と共に引っ越しされているそうです。安心したのもそこまでで、一つだけすごく残念だったことが、それはよりによってというか、実際祖父は陰険な感じの人で、さくらさんは祖父のことが心底嫌いで、さくらさんが高校2年の時老衰で大往生されたそうですが、ちびまる子ちゃんに登場するまる子命の友蔵のイメージとは真逆だったというか、妙に現実的だったりして残念でした。さくらももこさんの著書のももの缶詰にはこんな表現が、祖父が死んだのは私が高2の時である、祖父は全くろくでもないじじいであった、ずるくて意地悪で怠け者で嫁いびりはするし、母も私も姉も散々な目にあった、じいさんは死ぬ数年前からボケていたのだが、そのボケ方がどうも怪しい、知らんふりして私の貯金箱から金を盗んだり、風呂を覗こうとしたり、好物のおかずが出たりすると、一度食べたにもかかわらず食べてないととぼけて食べようとしたりするのだ。特に姉のりこさんはよくボケてるふりをしてお風呂を覗かれたりして、特に嫌っていて、最後の顔を一瞬見るやいなや、ムンクの叫びみたいだと爆笑したらしいです。少し変わったおじいちゃんだったんですかね。さくらももこさん、漫画家になったいきさつ自体がネタのような話でしたが、地元の短期大学を卒業後、株式会社行政に入社するも居眠りをしまくり、勤務態度の悪さからわずか2ヶ月で退職勧告を受けてしまい、会社を取るか漫画を取るかどちらか選べと上司に迫られて、即座に漫画家の道を選んだのがきっかけだとか。それから専業漫画家として本格的に活動を開始したさくらももこさん、
そして結婚されたのですが、9年余りで離婚されました。長男であるメロン君がいるのにです。どうして離婚してしまったのでしょうか。当時、25歳の時に漫画雑誌リボンの編集者だった人と結婚して、さくらプロダクションを設立して、夫が代表に就くことになったわけですが、その肝心の代表である夫が、毎晩、銀座で豪遊して、金遣いも荒く、女性関係もひどかったらしく、結婚してからは、すべてのことを仕切り、自分がよく知らない絵のことまで、細部にわたって口を出すようになったそうです。どうにも耐えられなかったのが、離婚の真相みたいですね。その後、イラストレーターの海野刺身さんと再婚されたさくらさんですが、いつの世もお金は人を狂わせるのですね。というのも、さくらももこさんの収入に至っては、1992年には夫婦揃って、高額納税者番付入りして、当時の推定年収は、さくらさんが1億4400万円、夫が1億1300万円だったそう。旦那さんは結婚してから9年近くさくらプロダクションの代表をしていましたから、それだけで10億円は稼いでます。原作家だけあって印税がすごかったのだとか、まさに一攫千金レベル。漫画家だけでなくエッセイストで踊るポンポコリンの作詞家でもあるさくらももこさん、これまでの作品やグッズによる印税だけで20億円は稼いでいると言われていますから、生涯年収は数百億円とも。それだけでなく、都内一等地に約90坪もの地下1階地上3階建ての一戸建てと3階建てのビルなどの不動産を家族名義で所有していたそうです。それにしても宝くじの当選者じゃありませんが、大金を生む金脈を掘り当てて、目がくらんだ前夫に比べ、再婚相手の海野刺身さんは、お子さんからも好かれて、父親になってほしい、とせがまれていたのだとか、いろいろとあったようですが、最晩年のさくらももこさんは、病気を除いては、とても、幸せだったのではないでしょうか。彼女の訃報に際して、ゴールデンボンバーの桐生院翔さんは、さくら先生はいつも明るくて優しくてクレイジーで素敵な人でした、踊るポンポコリンを歌わせていただいたり、ゴールデンボンバーを登場させてくださったりと、さくら先生の作品に関わらせていただいたことをとても嬉しく誇りに思います。さくら先生のように素晴らしいものを作っていけるよう頑張ります。さくらももこさん、次世代のアーティストにも大きな夢を託されたのですね。改めて寂しい思いがしてなりません。いかがでしたか？あなたはどう思いましたか？私はちびまる子ちゃん、いつの間にかサザエさんや笑点と同じように日曜の18時台のお約束の番組となっていましたね。まる子ちゃんを含め、それぞれのキャラクターが実に生き生きと、時には笑い、泣き、怒り、実際にそのあたりに似そうな人物で、その普段の生活を想像してしまうほどでしたね。さくらももこさん、早すぎる死でしたが、あなたが残してくれた愛すべきキャラクターたちは、これからもずっと私たちに幸せを届けてくれることでしょう。本当にありがとうございます。天国ではあなたが大ファンだった西城秀樹さんが待っていてくれたのではないでしょうか。今頃はそちらでいっぱい歌を聴かせてもらっていることでしょう。安らかにお眠りください。合唱。